これは俺が高校生だった時の話。ある朝、登校すると友人の元気がない。どうかしたのか？そう尋ねると、誰にも言わないでくれよと暗い顔で話し始めた。なんと電車で学校に来る途中に痴漢にあったらしい。しかも相手は女性。はじめ俺は羨ましいと思ったが、実際に遭遇してみるとそれは恐怖でしかないようで、怖くて何もできなかったよと友人は目に涙をためていた。子供の頃からの友人だ。多少気が弱いところもあるが、とてもいいやつだ。そいつをこんな目に遭わせるなんて。よし、俺が手伝ってやるから一緒に捕まえようぜ、なんて思わず提案していた。友人は最初乗り気ではなかったが、これ以上被害者を出さないためにもと協力してくれた。作戦はシンプルだ。友人が電車で通学するとき、俺は少し遠くから友人を見張っている。痴漢が来たら友人がメールで合図する。俺はスマホで証拠を押さえた後、痴漢を捕まえるのだ。痴漢は友人のことを気に入ったのかもしれない。思ったより早くその時は訪れた。友人からのメールが来る。慌てて友人の周囲に注意を払うと、いた。小綺麗な OL 風の女性で、まさか痴漢には見えない。しかしその手が友人のお尻に伸びる。俺はスマホのムービーでしっかりその様子を撮った後、近づいて女性の手首を掴んだ。ちょっと、いきなり何するんですか？女性が叫ぶ。電車内の注目が一気に俺たちに集まる。あんた、痴漢してただろ。そう叫び、友人にも。なあ、されただろ。友人は意を決した様子で、うん、お尻触られた、と勇気を出して言ってくれた。周囲もざわつき始めるが、あんな美人が痴漢？本当かよ、という空気も伝わってくる。証拠はあるんでしょうね。女性はあくまで冷静を装っている。あります、スマホでムービー撮ってました。俺はスマホを掲げる。これで女性もおとなしくなるだろうと思ったのだが、ちょっと手が当たっただけよ、大げさな、と痴漢を認めない。実際にスマホのムービーを見せたとしても、あれこれとケチをつけてくるだろう。周りは見ているだけで誰も助けてくれない。どうしようかと悩んでいると、私も見てましたと近くの大学生らしき女性が手を挙げてくれた。続けて、それに本当に触っていたとしたら、爪の中かその子の学生服の繊維が出てくると思いますと的確援護射撃。さっきまで冷静だった痴漢の顔が真っ赤に染まり、わなわなと震え出した。ちょうど電車が駅に着いた。痴漢が一瞬の隙をつき逃げようとするので、待て！俺と友人、そして大学生の女性とで痴漢を押さえつけ、駅員に突き出した。事情を聞いた駅員は最初は半信半疑だったが、痴漢が、何よ、ちょっと触ったくらいでいいでしょ、その子だって本当は嬉しかったはずよ、なんて自爆し始めたので、駅員も分かってくれた。その後しばらく駅で事情を聞かれた後に俺たちは解放された。大学生のお姉さんに、ありがとうございましたと頭を下げると、いいのいいの、同じ女性として許せなかったからと笑っていた。痴漢を捕まえた達成感で二人とも高揚していたのだろう。そのまま学校に行くのがなんとなく嫌で、駅前をぶらつき気持ちを落ち着かせた。腹が減ったので近くのお店でラーメンを食べた。ラーメンを食べ終えた後に友人の言った一言が今でも忘れられない。どんなに綺麗な女性でも好きでもない人に襲われたら怖いんだね。人生において大切なことを知れたような気がした。高校1年生の夏のことだった。